FM802 キリンサンデー、2曲ねライブ音源をまだ喋ってるね。すぐ戻ってくるわよって言ってますね。ベニー、お届けしたのは現在新潟県苗場スキー場の方でね開催されておりますフジロックフェスティバル、今年のライブ音源をお届けいたしましたけれども、4時になってすぐねお届けしたのはバウンディ踊り子フジロックフェスティバルのライブ音源でしたけれども、ツイッターの方でもいきなりかけたからみんながちょっと驚いてね、バー君の踊り子。そうなんです、7月29日だから昨日土曜日フジロックに出演していたバウンディ。フジロックにはですね、まあステージがいくつか、大小合わせていくつもあるんですけれども、一番大きなステージがグリーンというステージで、その次がホワイトで、このホワイトに出演していたんですが、バウンディ君の出演していた時にはですね、もう大勢の方たちが集まりまして、入場規制、はい、フジロックのステージで、特にまたホワイトという大きなステージのところで入場規制がかかるってなかなかないんですけれども、やっぱもうそれだけ多くの方が今のバウンディ君ぜひ一目見ておきたいってことなんでしょうね。だからバウンディ君も狭そうだなフジロックなんていう MC をちょっと挟んでいたのはそういうことを受けてなんですけれどもね。ちなみにバウンディ君のその踊り子の前に流れていたブラスの音はですね、僕がサウンドスケッチで撮ってきた音なんですけれども、新潟県の苗場の方で毎年春と夏かな、中学校や高校の、吹奏楽部の合宿がちょうどこの時期に行われて、でフジロックのこう会場から出てブラ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 こう苗場の街を歩いてると聞こえてくるんですよ、毎年このタタタタタタタって午前中にね練習してる音が聞こえてくるんですよ。それでまだ完全には覚えてないんでしょうね、まだたたたたしいようなところとかもあったりするのに、毎年キュンとしている、そんな音をね撮ってお届けしましたけれどもね、はい、まあ、そんな7月の28、29、30金土日と開催されているフジロックフェスティバル、今年はねもう来場者数もものすごい、今までと比べても、コロナ前よりも多いんじゃないかというぐらいの人たちがね集まっているんですけど、僕は金曜日のフジロックを見てきたわけなんですが、そのフジロック金曜日グリーンステージの鳥はストロークス、ダ・ストロークスが、務めていたんですけれども、その一番大きなグリーンステージストロークスも盛り上がっておりましたが、矢沢永吉さんのステージがまあ熱かった。A ちゃん初フジロック出演となったわけですけれども、矢沢永吉さん73歳です。おそらくその出演されているアーティストの中でも一番年齢としては上だったんじゃないかなと思いますが、まあ A ちゃんがやっぱフジロックに降臨ということで、僕もねバスタオルを、いい矢沢のねバスタオルを持って参加しましたよ。もう白のね上下、もう2秒で A ちゃんシャツは汗だくになっておりましたけれどもね、むちゃくちゃかっこいい、もうなんて言うんでしょうか、矢沢永吉を初めて見る人たちに対してのセットリストというかね、もう往年の名曲チャイナタウンだったりサンバディーズナイトとかですね披露しておりましたけども、通らないハーハーなんかではもうフジロックの会場でついにこんだけバスタオルが飛ぶんだっていうのをね、目の当たりにしましたけれども、実は A ちゃん通らないハーハーでバスタオル投げるっていうのは有名なんですけれども、トラベリングバスっていう曲でも実は投げるんですよ。だからなんだろう、矢沢永吉さん知ってるけどハーハーでバスタオル投げるよねっていうのは知ってるけど、これはトラベリンバス、トラバスと通称言われてますけどもね、この曲がラストでしたが、バスタオル待ってました。行きましょう、矢沢永吉トラベリンバス。